水をあげていただくことになります。この天山慰霊碑、ここの島に来島した際にはですね、必ず誰もが参拝する場所になってます。こちらの方ですね、こう大きい岩の上にですね、納骨箱の形をしたですね、岩が置いてあるオブジェな感じになっております。で、そちらの方に水をかけてもらう形になるんですけど、ちょっと説明しますとですね、その天山慰霊碑、昭和46年頃に、厚労省、昔は厚生省ですね、が工学博士 の、 兄口義郎氏のデザインで作られた碑になっております。そちらですね、天山港っていう、その当時の港っていうシェルターですね、そのシェルターがあった場所の上に建てられた感じになっています。でそちら台座の下にはステンレスの容器ですね、その天山号で発見された兜甲冑ですね、兜とか甲冑、それと刀剣とか水筒とかそういうのをこう詰め込んで上に火を置いた形になります。でその横にですね、同じく慰霊堂というのがあるんですけど、この慰霊堂はこちら年にですね 3、4回遺骨収集が行われます。まだ見つかってない方とかもまだありまして、そちらで発見されたご遺骨を一時保管する場所として使われているのが慰霊堂になります。その昔ですね、これ昭和60年頃に建てられたっていうんですけど、その前は粗末なプレハブ小屋だったんですね。で厚労省の方がこれじゃあちょっとご遺骨を納めるにはかわいそうだろうということで立派なお堂を建てています。で、もし時間があれば下の方にこの天山口という穴あるんですけど、そちらちょっと見ていただきたいと思うんですけど、ちょっと中がですね、地熱のせいで結構熱くなってますので、入り口を見る形になると思います。